勝負、好勝負の期待が大きく膨らんで今年の帝王賞、ここ東京大井競馬場は大いに盛り上がっております。今年の頭数は13頭、ダートの頂上決戦、農林水産大臣賞典帝王賞29回目、もちろん統一のグレード1です。枠入りが進んでいます。金引きが単勝の1番人気のようです。2番人気はアジリミツオ。枠入り完了、スタートしました。13頭が飛び出しました。さあ先行争いです。まずエイシンチャンプが行くか、あるいは内から2番のアジリミツオです。2番のアジリミツオが大方の予想通り花を取り切りました。2番手にオレンジの帽子ケージ力をつけますと、外から1馬身差、3番手の外に13番のマウネル・ボーノット、インコースが竹豊、場内ドッと来ておりますが、3番手の内に入ったのは竹豊、金引きりであります。2馬身差、同じ勝負服3番のサイレントディールが今5投目ぐらいです。その後6枠の両馬です。並走状態、エイシンチャンプと TK 強し行って、あとはコアレスタイム、その後2馬身遅れ、昨年の勝ち馬タイムパラドックス、並んでインコースが4番クールアイバーであります。あと開いて山のブリザード、さらには追い込みタイプ12番モンネビルレコード、3馬身差、笠松代表エルマタドール最高峰。さあ前から見てまいりましょうか。逃げています。2番のアジリミツオのペース、そのリードは3馬身、2番手がっちりとキープして6番の金引きりが上がってまいりまして、体半分差、外に11番のケージ1から今3番手、この圏内に加わって後藤弘樹13番のマイネル・ボウノットが行っております。インコース5投目、体半分差、3番サイレントディール、残り800であります。その後2馬身遅れで、これは8番のエイシンチャンプであります。エイシンチャンプクールアイバー、この圏内白い帽子1番のコアレスタイム、その後2馬身遅れ7番のタイパラドックス。さあ第3コーナーから4コーナーへと流れが移ってまいります。逃げ追ってリードは2馬身あります。2番のアジリミツオ、竹豊が忍び寄ってくるぞ。6番金引き、両雄の対決になるか。さあ第4コーナーから最後の直線に向いてまいりました。大歓声湧き起こる。ここから2段ロケット、2番のアジリミツオが引き離しにかかった。外を通って竹豊、6番の金引き、勝ちたい内田、負けられない竹豊、2頭2名のジョッキーによる追い比べ、3馬身ほど遅れて赤い帽子3番サイレントイールは今は3番手、逃げる2番のアジリミツオ逃げ切ってゴール。金引きに2着、3着は3番のサイレントディール。大方の予想通り両雄の対決になりました。直線に向いて2段ロケット発射、アジュリミツオ、鞍上は内田博之ジョッキー、逃げ切りました。背中の内田ジョッキー、この帝王賞は初勝利であります。今をときめく内田博之、鞍上2番のアジュリミツオ、逃げ切りました。ドバイ帰りの6番の金引きり2着入線で、3着は3番のサイレントディール、その後は7番のタイムパラドックス、12番のボンネビルレコード並んでいたようです。